します。一度聞いてしまうとなかなかもう耳から離れなくて思わず口ずさんでしまうようなキャッチーなメロディーに乗せた歌やダンス、そして曲の途中で出てくるレモンの L、 このポーズは特に必見ですので皆さん仰ぎながらぜひ一緒にやってみてください。それでは阪神騎士隊にお越しの皆様、準備はよろしいでしょうか。ありがとうございます。